2019年度東京工芸大学工学部同窓会総会でございますが、現役者来てくれた学友会本部の会長を務めさせてもらってます橋渡です。本日はありがとうございます。あ、学園祭実行委員会委員長をやらせてもらってます村内です。よろしくお願いします。学友会本部副会長の池田です。よろしくお願いします。学友会会計局長の三田です。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ元気な現役生がね来ていただいて、将来の同窓会とね、どうです、なんか工学部一つになってなんか変わりました。いや、僕たちの代はまだいまいち最後の、はい、代じゃないんで、いまいち実感はならないんですけどなんか新入生とかどうでした。すごいですね、今みんな大変そうに頑張ってやってますね。なんかいろいろやらなきゃいけなくなるから大変そうだよね僕たちが受けなくていいような授業もなんか写真撮ったりとかでしょみたいですね。頑張って楽しそうだけどね、それはそれでね。他に何かあります？学園祭の人たち。え、なんか芸術学部が中野の方に全員行って、うん、華やかさがなんかちょっとなくなるのかなと思ったら、うん、やっぱ1年生今活気があって楽しそうですね。ちょっとそこはなんかうまいことを、そう、うまいこと、はい、雰囲気作っていってください、はい、あの結構学園祭実行委員会お金大丈夫なのみたいな心配が、まあ、今のところはまだ、はい、ただ来年とかがやっぱどんどん減っていく中、ちょっとそれの土台を今年中に、はい、じゃあ卒業生ぜひね会場に来ていただいて盛り上げていただければと、はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じでよろしくお願いいたします。お願いします。